んにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を得ながら大相撲の世界一節マッチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの岩武蔵です。先日ね、はい、名古屋場所に行った時にはもういろんなことがありまして、はい、今日はねその一つであります、うん、松武蔵さんの弟弟子である、はい、奈良光さんと話したその内容をお伝えしたいなと思ってるんです。四股名をね、奈良県出身でね、はい、奈良光、今はね、名古屋に住んでるんですけどね、はい、まあ、私がまっちゃんでの初め、コメントをくれてからね、久しぶりに会って、いろいろね、昔話しました。そうですね。それでね、松武蔵との違いは、うん、奈良光さんはね、うん、怪我で番付外まで落ちたっていう経験もあるし、そうね、うん、また受験力士として関取の付け人の経験もたくさんある、うん、そうですね。それとね、ものすごく面白いエピソードもありますので、はい、ぜひご覧ください。はい、どうぞ。こんにちは、松武蔵です。私は元幕下力士松武蔵です。私は元幕下の奈良光です。はい、今日はね、名古屋場所を見に行ったり、夜ね、元奈良光の中原さんと一緒に食事させてもらってたんですけど、辞めてから初めて会うんで、思い出話がね、すごい盛り上がってます。何歳ぐらい違うんですか？6年上なんだけど、年がね、私1年高校行って入ってるから、年は7歳違う、奈良光さんはどのくらいまで行かれました？最高位が西幕下の30枚目ですかね。幕下で、ね、何回か勝ち越してるんですけど、ね、そうですね。それでね、奈良光さんは結構休場があったと、ね、番付外まで落ちたんですけどもね、はい、と言いますのは、先日、まあ、番付外は手当はどうなるんですかっていう質問をいただいた時に、奈良光さんが返事をしてくださって、そういうご縁もあってね、今回お会いしたんですけども、番付外まで落ちた、はい、まあ、それはどこが悪かったんですか？腰なんですけども、うんうん、手術をしないといけないぐらいひどい状況になってたっていうので、うん、復帰するまでに1年半休場してた状態ですね、うんうん、復帰してから幕下を止めた。そうですね、はい、あ、それは立派なことですよね、長い休養を経て、うん、入院その1年してたら、うん、そっからね、健康になっても年齢もね、うん、あるから精神的にも厳しいんだけどね。それは何歳ぐらいの時ですか？ちょうど私が20歳の時ですね。あ、まあ、まだ若いんですけどもね、はい、それでもやっぱりもう気力が失せるような場面もあったんじゃないですか？そうですね、最初はもう本当にもうダメなんだろうなっていう気持ちもあったんですけど、うん、自分が納得してないところがあるんですよね、うん、もう一度頑張りたい、うん、このまま降りたくないっていうのもあったので、うん、まあ、どういうところが励ましになりましたか？やっぱ入院した時に私を担当してくださったお医者さんとか、まあ看護師さん、そういう方が復活できるまでものすごく力を入れてくださったっていうことと、うんうん、一緒に入院してた方々の、うん、まあ、優しさっていうんですかね、応援ですか、うん、それにやっぱ報いたいっていう気持ちが、うん、このままでは終わらないぞという気持ちですよね、はい、こんだけしてもらったんで、うん、恩返しっていう形で元取りにできるのは、うん、強くなるっていうことだけだったので。そうですね、はい、まあ、今まさにね、朝乃山が大怪我をしたりして、はい、復帰できるかっていう話もありますけども、はい、やはり周りの人の支えというのは大きいいうことですよね。そうですね、周りの力っていうのは励ましてくれたりとか、うん、そういうことで早く怪我を治そう、うん、早く復帰しよう、もっと強くなろうっていう気持ちっていうのが芽生えてくるんですよね。奈良光さんから見てね、松武蔵さんっていうのはどういう兄弟子でしたか？松武蔵さんはですね、あまり口うるさくもなく、しっかりと見てくださってたのが兄弟子だと思いますね、まあ、松武蔵さんから見て奈良光さんはどういう弟弟子でしたか？一緒にどっか街歩いたり、うん、なんか食べ行ったりした回数は弟弟子の中では多い。あ、うん、だから仲が良かったね。あ、それは良かったですね、うんうん、武蔵川部屋もね、非常に流星を極めたんですけども、その頃には松武蔵さんもちゃんこ長になってたんで、関取の付け人の経験もないんですが、奈良光さんはもうまさに付け人をかなりされたんじゃないんですか？
武蔵丸関が、幕内の時から大関ぐらいまではついてましたね。であと、うん、平幕だった若乃山関、うん、松武蔵さんは付人の経験がないのでわからない部分もあるんですが、奈良ひかりさんから見てね、付人をやって良かったこととか、ちょっと難しかったなっていうことなんかがあれば教えてほしいと思います。やっぱ使ってよかったなって思うのは、うん、ついた関取が強くなって番付上げてくれたっていうことがものすごく嬉しいですね。あとは辛いことって言ったらまあそんなになかったですけども、うん、本場所中、集中して一番一番取れるように、うん、そういう環境作りをしなきゃいけないっていうことにはかなり気使いましたね。そうですね。やっぱりね、場所によっては負けがこもこともありますよね、はい、そういう時ってどうですか？すごいピリピリしてしまいますか？キビキビというよりか、なんで勝てないんだろう、あんなにもういい稽古してたのにって思うんですけど、心の中で頑張ってくださいよみたいな感じで思うことしかできなかったですね。そうですね。それとね、あの奈良ひかりさんはなんか頭がすごく硬いという噂を聞きましたけども。はい、ですね、大関の武蔵丸関についてた時、片取り関がいまして、うん、はい、で、まあ高取り関の方から、うん、あの奈良ひかりが頭硬いんだろうとか言われて、うんうん、ちょっとお前いっぺん奈良ひかりかましてみみたいな形で付人が言われてですね、私がまあ受けて立ったっていう感じなんですけど、付人がこう私の頭にゴンと頭突きをしてきた時に、まあ、その衝撃で一瞬脳震盪を起こすような、そんなに硬い、はい、じゃあ部屋の中でも頭の硬さは有名でした？そうね、硬いのは有名だったね、うん、いや、 やっぱりそれを武器にもう幕下30枚目までっていう感じですか？やっぱりね、頭の相手に挑んでいくっていうのがね、すごくやっぱり怖い。それをこうやって首を起こしていくと首痛めちゃうんですよ。なのでまっすぐ行くっていうのはね、本当に慣れるまでは勇気がいるね。そうですか。まあでもね、もう今も名古屋で元気で頑張っていらっしゃいますけども、どうですか、今後の相撲界に対して何か望むこととかありますか？私あの当時にっていうのは中学卒業して入る子が多かったと思うんですけど、奈良ひかりさんもそうですね。そうです、はい、師をずっと続けてると社会に出た時にやっぱりいろいろな、今は話に聞くと力士をやりながら通信の高校に通えるっていうシステムが出来上がってるっていうことが素晴らしいことだなと思いますね。やはり引退されてからはいろいろ苦労もあったそうですね。いや、まあこれから相撲界でも第二の人生、セカンドキャリアへのフォローなんていうのもあった方がいいな、そうですね。はい、本日はお忙しい中ありがとうございました。本日もありがとうございました。チャンネル登録お願いします。お願いします。